ただ3バントを成功させましたファイターズです。これは振ったかどうか、振りました、三振です。スイングを取りました。やはり少し落ち着いたんじゃないですかね。そうですね、ワンアウトを取ってね、はい、外へのこれスライダーですよね、はい、今のはボールにしようと思ったんじゃないと思いますよね。でキャッチャーは内側を構えてましたからね、はい、同じボールにするんだったら膝元っていう感じだと思うんですけれど、はい、ワンボールツーストライクからこれは決まった、ストライク。まあ、最終的にどこ持っていくかですよね。前の時はインコースで三振取りましたけれど、はい、まあ、やっぱりチェンジアップでいくのかな、これはね。やっぱり冒険はあまりしないでしょうから。中田は杉内から今シーズンホームラン1本、さあどうか、お三振、ゲームセット。まあ、少しダルビッシュの方が球数多いです、ね、ですよね、はい、95球、これが96球目、まもなく100球になります。変化球、左にはね、はい、インコースのあの落ちる球、消えると思いますよ、途中で ね、はい、あの変な言い方ですけれど、もうほとんど振った瞬間に消えてるんじゃないですかね。見えてないでしょうかね、あれだけ曲がればね、はい、ただ右と左の攻め方も全く違いますよね。左にはもう本当に縦の変化球、はい、縦の変化球使いますけれど、はい、変化球に空振り三振です。やっぱりダブルプレーというより空振りを取ったという感じですね、はい、まあ、左の時とはちょっと違いますけどね、曲がり方が、まあ、そういうことができるかどうかですよね、はい、まあ、2アウトフルカウントですんで自動的にスタートを切ります、はい、まあ、ストライクゾーンじゃない限りはね、はいはい、その見極めじゃないですかね。切るでしょう、ヒット三振。ランナー一人残塁と終わりました。期待されました松田三振で6回の裏ホークス0点です。依然として1対1同点です。